いません。そうした中で勝ち点3につながるゴールはどちらに生まれるのか。さあパスがつながった、シュートを打つ、決まりました。先制ゴールは福島、樋口のゴールです。樋口今シーズン3ゴール目、2試合連続ゴールは福島の樋口です。福島ユナイテッド後半先制ゴールを挙げました。このプレーです。いい形でパスがつながりました。最後は樋口、コントロール